ドリフト天国ビデオボリューム7、見れば見るほどわかるスタイル別ドリフトテクニック。なんやそれ。見れば見るほど上手くなるっつってるでしょ。ドリフトはね、全身運動なんですよ。もうとにかく頭を、あ、髪の毛の先から疲れないでも、いや爪の先、足の爪の先まで全部、みんな疲れてはないで、いや俺も使ってるんだよ。だってば、使ってるけれどもスムーズにこう無駄を、で無駄を省いてこれを、でもその中で全部やるのが俺。ま、みんなあのオンボード見て、あのどれがいいか選んでください。ただケツを流しているようで実は複雑な操縦。今 D1 切っての3つの個性がぶつかり合う。奴らのドリテクの正体はこれだ。常に落ち着いたステアリングワーク、しかもハイスピード。その考え方を谷口が語る。あのよくありがちなのはやっぱり進入でバーンと横向けてカウントをいっぱい当てて姿勢落ち着いたなと思ったら、もうみんなこう内側切って外側切って内側切って外側切ってって、こういうのが、ね、多い人が多いんですけど、あの俺的にはそれはかっこ悪いと思ってるんですよ。だからその辺で俺はもうとにかく一回姿勢を決めたら、あとはもうカウントあんまり修正は少なくアクセルでどんどんこう曲げていく。ステアリングワークがすごくこう普通に乗ってるっぽく見えると思うんだけど、それはね、無駄を省いていくとそういう風になってくるんですよね。いわゆるカウンター量がこう多いとか、あのこうシュルシュルしたりするのははっきり言ってあの当て遅れなんですよ。俺はこうすればこれぐらいケツが出ていくからこういう風になっていくっていうのは、はなかこう計算の上でやってるんですよね。その辺をちゃんとこう分かってこうやっていくと、すごくゆっくりでハンドル切る量も少なく済んでドリフトを維持するという方式なんですけども、ドリフト状態の時車自身が自分で切ろうとする効果をセルフステアという。そのセルフステアの一歩先をドライバーが素手で行うべきだという谷口。それを裏付けるためのホイールアライメントは人一倍シビア。そのセルフステアを活用する通称シュルシュルハンドル男が D1 ランキングトップの上野。挙動が結構乱れたりするんで、その時にあの戻してあげることができないと、そこら辺をしっかり練習しないと結構危ないステアリングのさばき方でもあるんだけど、それは走ってるうちに体が覚えていくし、例えば路面のギャップとか拾った場合もすぐ戻せるように、それさえやっとけば別にステアリングをシュル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 やってもそれはそれで僕はありだと思うんですけど。こういう振り返しにシュルシュルシュルっと、で少し打を入れてあげて、で立ち上がりは下がない分ちょっとクラッチを蹴ってあげると、で戻すときはしっかり戻してあげると。実は上野自身、谷口のようにセルフステアを使わない走法もできるが、アクシデント時のリカバリーが完璧にできるのならあえてシュルシュルを使うのも技のうちだという。 D1 切っての激しいハンドル操作は彼自身のドリフトスタイル。ドリフトは体全体を使ったスポーツだと言い切る。その男はこの道13年の風間だ。ステアリング操作なんだけど、角度いっぱいつけるからいっぱいハンドル切んなきゃいけないんだよ。でいっぱい切ったらいっぱい戻すの、しょうがないんだよね。ああいうのが右手も左手もサボってる場所がないよね。切ってそれに添えた場所が必ず片手がある。そして切ってる時がきちっとしたその10時10分教習所で教えてくれるようなところなんですけど、きちっとそこで切り込む、そこから添えながら回していく、また戻していくっていう。で切る合ってるけど、ハーフで煽ってラインを取る、太鼓が合うといっぱい4シフトアップ、6アップ、ブレーキ踏んで3、2、V、V、アクセルをここで煽ってちょっと落としてブレーキ、ちゃんとグリップ取ってここで当てて返す、ちゃんとロード返す。 D1 のハイスピードはここから生まれる。僕はそのアクセルワークで走る方なんで、一度姿勢を決めてアクセルでこう走っていくんだけど、そのどうでしょう、無理くりこうパワー出してるんですけど、ぐわーっとすげえ空転させてるのかってそうでもないんですよね。前に進ますために必要最低限、ドリフトがギリギリ続くぐらいの量しかこう空転させずに、あのどん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 前へ持っていくようにしてるんですけど、一応ねでもね大会の時は
自分が思うよりも少し多めに踏んでリアタイヤからこう煙がいっぱい出るように審査員へのアピールで、これもまあテクニックの一つかなとは思ってるんで、左の操作に連動できるアクセルワーク、まああんまりバカバカ煽るのも必要ないし、かといってゆっくり踏むのも今度はね、外からエンジンを聞いてる人もいるだろうし、もし大会だったらそういうエンジン音を聞いてるっていうパターンもありますよね、まあ、そういうのにも応じてアクセルは、まあ、当然車を前に進めるアクセルも必要なんですけど、横に飛ばすアクセルも必要だし、もともとこのソアラはウエストゲートでパワーがあるんで、ジュワーッと開けなきゃいけない部分もあって、最後のコーナーに入るときは一気に横向けて入るような感じでやったりするんだけど、その普通のタービン、純正タービンだったりそういうのは結構シビアにアクセル操作をしてあげたりとか、きっちり横向いた感じを、荷重がかかった感じ、抜けた感じをしっかりあれしながら、それに合わせたアクセル回路っていうのが必要になってくると思います。パフォーマンスの決め手はツッコミ。距離を合わせるとか、曲げるためのブレーキというよりも止めるためのブレーキを主に使ってますね。進入をギリ限界ギリギリのところまで行って、前横にバーンと向けて動力をグッと増して、止まれっつって、人よりもやっぱり奥まで突っ込んでいきたいんで、進入速度も一番速いって言われたいから、かなり手前から振って距離が届かないからといって動力を緩めてこう距離をこう伸ばしたりとか、サイド引っ張ったりとかする人もいいんですけど、そういうのはあんまり俺的にはかっこよくないですね。俺自分で簡単に考えてるんですけどね、ブレーキを突っ込みすぎれば車して崩れるから流れちゃうし、その手前でちょっと自分で、手前すぎるかなぐらいのところでやめてしまえば車は安定志向の方に走るだろうしっていうのが自分の中で考えてますね。飛ばすのもブレーキだし、止めるのもブレーキだし、まあ、メリハリつけるのもブレーキだし。ブレーキはね、基本的にはその走る場所とか、そのコースの状況とかその辺に応じて、まあ、きっちりフロントに荷重を乗せてっていう踏み方をなるべく心がけてはいるんですけど、ただ大会とかで、迫力を出すために、例えば左に荷重がかかってて右のフロントからちゃちゃっと白煙が上がるようなブレーキングをしたり、たまにそういうこともしますけど、基本的にはスムーズにやるようには心がけてます。車を手足のように荷重移動する、それがプロ技の極意。フットブレーキをまず使い、前荷重にしリアの荷重を抜き、でそうするとね、こんなに入れなくてもその前荷重次第でこうスーッと入れるだけでこう出るんですよね。荷重うまく前からこう外側へ回していくっていうか、そういう感じで出していけばすごく綺麗にこう出せるんですよね。で確かにグッと入力の値をバーンと入れて横飛びさすことも見た目は派手なんだけど、グリップが回復してくるまでアクセルが入れられないのがちょっと僕的には面白くないんですよね。車の自然な動きに逆らわず今自分の出せる限界を探る、常に攻撃と妥協の狭間に揺れる走り、そんな走りをコンスタントに繰り返す、そこがプロなのだろうか。自分の中ではあんまりフロントを軸にしてこうケツを巻き込ませて流れるんじゃなくて、早めに前荷重から後ろに乗せて、要は後ろのリアタイヤですね、リアタイヤでなるべく向きが変わったり前に進めながら角度がついてくるっていうリア乗り、ちょっと難しくなっちゃうけど、リア乗りの走りを自分はしてますよね。リアタイヤのコントロールに意識を集中する走りは常にマシーンの行き先を知ることができる。ストリート時代からプロの今まで、それこそが彼を長年支え続けてきたノウハウになっている。そしてエンジンパワーとステアリング操作、車体の荷重コントロール、
その3つのバランスが正三角形になる走りが理想だと彼は言う。基本的に重い車を乗ってるんで、その、まあ、足回りの作り方にも寄ってくると思うんですけど、基本的にしっかりあのトラクションがかかって、リアが沈み込んでトラクションがかかって、で左右に振った時もしっかり足が全部4輪独立でこう動いてくれるような感覚を持つようなあの足回りのセットアップをして、それであのしっかりとそのスタイリングを切り込んだ時、ブレーキングをした時に車の姿勢がちゃんと分かりやすいようにあのセットアップしてます。車体の動きを知り、そしてアピールする、これが重量車でランキングトップに出る走りだ。タイヤのどこに荷重がかかってるのかっていうのを考えると、すごい分かっていくんじゃないかなと。こういうとこもしっかりとフロントに荷重をかけてあげて、スタイリングを入れてあげれば、こういうふうに自然にドリフト状態になっていくんで、でスタイリングをしっかり戻すと。まるで自転車を乗るがごとく体が覚えるその感覚、始めたものにしかわからないそのスライドの快感。ドリフトテクニックには決まりなどない。今自分が目指す目的に最大限マッチした操作を探ることが重要なのだ。その一つが D1 選手権。その山の頂上を見てみよう。